はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドの、またカジュアルマッチなんですけど、ね、両戦ルールのコツコツ使ってやっていきます。で、昨日の動画で、イベルタルの枠が別の近伝のね、なんか受けサイクルも考えるって言ってたんですけど、で考えてたんですよ。したら、結構やばいことに気づいて、結局、このルールでも、受けループにとっては、アクーロスがやばいっていうのは、何一つ変わらなくて、なんでかっていうと、受からないと。で、近伝でも別になんかそんな受かる雰囲気がないんだよね、全然。そう。安定して受かるポケモンが別に存在しなくて、まあ、イベルタルは、強打に耐性あって、ドヒドと絡めると結構、インファでね、イジーハチマキのインファでランスでちょっと死ぬことがあるぐらいで、まあ、ドヒドと絡めればそこがケアできるから、で、上から殴れ、一発で殺せるから、まあ、結構ね、そういう意味で、まあ、イベルタルが一番いいんじゃないかなっていうね、受け系統だと、なんか僕は思って、感じなんですけど、まあもちろん環境がまだ変わっていくから全然今段階では分かんないんですけどね。で、選出しないとまずい。これイベルタル誰だ裏。ラッキーは欲しいか。ラッキー物理受けんのに布でもいいけど、メタモンで切り返す動きでもいいかな。うん、これでいきます。まあラッキーのところを海竜なりギャラで多分潰しに来ると思うんだけど、そこをメタモンでパクって切り返す動きと、ミュウツーに対しては比較的イベルタルが強いんじゃないかなっていう感じで考えているんですけど、あと結構こういう感じで試合展開がね、その受け切って勝つっていうランクマッチのノリは結構難しいんだよね。これは有利対面で突っ込みたいな。めちゃくちゃ、ただ幸いにもね、なんか竜王戦の構築記事読んでも、上位の人ね、構築記事読んでも、カジュアルマッチで竜王戦のルールのさ、構築使ってる人見ても、ほとんどみんなね、ハチマキはウーラオスとか、ウーラオス自体そもそもあんま使ってなかったりするから、ただ、いずれ、人類は気づくからね、ウーラオスで受けループを相変わらず殺せるっていう、受けループに、ハチマキはウーラオスプラス、ちょっとサイクルできるコマ絡めて、有利対面、ウーラオス押し付けていけば、破壊できるってすぐみんな気づくから、うかうかしてられないんだよね、本当に。こう大巻きっていいかな。一貫してるから切りたいっちゃ切りたい。ただメタモンにパクられるタイミングがうるさすぎるな。まあ、ジェット打つか先に。相手も大巻きってるならこれはこっちジェット押し、ミュウツーって S、 あ、破壊光線とかはあるな。ただここ素直にこっちがダイヤーク押してた場合を考えると、リスクがありすぎるから、さすがになんかダイサンダーとかで、一発で殺そうとして大魔切ってるんじゃないかな。で、浮かんないとかっていうノリで。まあ、相手のこの初手ダイマをこっちも初手ダイマで、咎めれる形になると思うんだけど、アタックを打たれてたら結構まずくて、いやー、ただアタック打てないと思うけどなー。アイスは耐えるんじゃない？はぁ？強くね？ガチか。あ、急所か。はい。じゃあ、そのまま続けて2戦目やってきます。まあ、さっきの試合はまあね、仕方ないので、気を取り直していきたいんですけども。どうなの？なんかさ、受けサイクルってさ、ああいう引き際にさ、急所食らって死ぬとかって、まあ、別に普通にたまにあることだからさ、まあ、ああ、みたいな。しょうがないな、みたいな感じだけどさ。さっきの負け方ってさ、まあ、割と対面的に打ち合って負けるわけじゃん？対面構築使ってたあれで、さ、ああいう目に遭う人ってさ、なんかめっちゃ気の毒だよ。気の毒っていうかなんか気の毒だよな、って。受けはさ、まあ、受ける動きしてんだから、追加効果引きやすいみたいなのもあるし、しょうがないかって思う時もあるけどさ、なんか、ね、何も罪のない、いや別に受けサイクルを使うことが罪ではないけど、普通に、なんか普通にやってる人がさ、ああいうの負け、ね、どうなんですかね？っていう、話は置いておいて。これはイベルタルと、誰だ欲しいの。まあ、イベルタルでジェット切った時に基本的にゴリ強いんだけど、ジガルデって何してくるの？物理型かな？ただ布を、まあでも海竜とかは、まあ、イベルタルから入って、そのジガルデわかんないからメタモン置くか。イベルタルメタモン、アット1っていうさ、全然受けサイクルじゃないゲームになってるけど、いいんかな。布をドヒド？ナットレ？え、わかんないわかんないわかんない。誰がいいの？
ドヒド。困ったらドヒドイで。信じろ。いや、言うてこれ、海竜が物理型だった時以外、別にいらないんだけどな。あ、まあでも、神剣焼きゃいいからね。神剣は、ちょ、後出し効かないけどね、別に。まあ、なんとかなる。てか、結局、イベルタルとメタモンで詰めるわけなんだから、土俵で相手ダイマックス切ってくれたらそれでいいんだから、と思ったけど、鬱陶しいの来たね。めちゃくちゃ鬱陶しいの来たね。これどうするかな。まあ、ダイマ切ってもいいけどな、全然。いや、身代わり打たれんのうるさいか。いや、相手のただ、切り返してくるダイマックスはメタモンで返せるから、アークから入ろう。引いてない。で、身代わりは相手が上から打てることもないから、まあ、アークを一発、先に叩き込めるわけで。これでいいんじゃないかな。まあ、スイ君にダイマックス使っちゃって。いや、ただね、ジガルで何してくんの、マジで。なんか硬いのとさ、フォルムチェンジするのは知ってるんだけど、あ、相手もダイマか。それなら、こっち視点はアークでよくて、いや、ダイマ潰した後に、こっちがメタモンでパクれること考えると、どうなんだろう、こういう打ち合いになった時にさ、金電幕以外でダイマ切った時の、なんかもったいなさみたいのはあんのかな。だから、スイ君ダイマ切るんだったら、こっちは実はドヒドイデに引きたかった話があって、どんぐらい入る？硬いね。直近ミラコとか考えると、こう、ダイマ切ったの良くなかったんかな。ただ、こう、ドヒドに引いて、身代わりだと、TOD で割とすぐ苦しくなっちゃうから。これ、打ち合い、イベルダルのがやっぱ強えよな。どう考えても。で、相手、アークに別に出せるポケモンもそんなにいないから、まあ、スイ君を失ってもらう、ことになるんかな。特殊型はね、イベルタルここが強いんだよな。物理型もさ、バンギに気合玉打たなくていいとかっていう良さがあるんだけど、特殊型はね、このアークのゴリ押しがえぐいんだよね、めちゃくちゃ。で、相手の切り返すルート潰しとくためにも、次はジェットを一応打ちたいかな。ストリーム、まあ、イベルダルもサンダーと一緒で、こう、打ち合った後に、羽とかデスウィングで勝手に回復するから、まあ、悪くはない。ここはさすがにジェットだけど、ウォールかな、相手視点は。してこない。これでまあ、イベルダル早くなるから。うん。そうなんよね。いやー。あと、イベルダルは割となんか、ダメ系とかして、どういう動きが取れるのかなっていうのを考えた時から割となんか、使いやすいノリはあったね。役割対象が結構広いとかっていうのもあるんだろうけど、ジガルできた。デスウィングかアクハかだけど。いやー、ここをメタモンで結局切り返すわけだから、アクハで押す方がいいかな。デスウィングで回復したい感じもあるけど。いや、まあ、悪派で最大打点ぶち込んで、メタモンで押しやすくしといた方がいいか。強えなぁ、ガチで。コアパニッシャーって何？専用技か。かっこいいじゃん、これ。まあまあまあ、ここは。お？お、なにこれ？あ？変身したんだが、なんか。ガンダムになったけど。ジガルで。え、なんかしかもヒットポイント回復してね、あいつ。ガンダム回復したんだけど。ひるませろよ、だったらよ。どうしよっかな。まあ、ただ、ラス位置に対して別にメタモンで最後打ち返せばいいから。わざ何持ってんの？激輪コアパニッシャー。特性を消してしまう。まあ、コアパニッシャーを打ちたいけど。激輪。いやー、コアパニッシャーだね、さすがに。落ちるよね。
落ちないとちょっと話変わってくるんだけどな。ちょ、頑張って。頑張れなくて。ただそっちの攻撃もこれは耐えるよね。おお。まあまあ、パニパニして。これはあれだな、メタモンスカーフが生きてるな。やっぱ同速対決にならないで、その同速運ゲーをさ、こちらが一方的に回避できるっていう良さがあるんだけど。で、あとなんかこだわっちゃうのをね、ダイマックスで解除できたりみたいなので、まあ一貫が取りやすくて強いな、などと思ってるんですけど。ヒカルゲ何してく、わからん。何してくんのかマジわからん。とりあえずでも突っ込むのがいいと思うけどな。影打ちを持っている。耐えたけど強くねこいつ。ガンダム楽しそうだな。まあ相手ここもう一回影打ち打つところで、え、こいつ回復技ないでしょ。ドヒドで最後詰めれるよな。オッケー。いや本当にね、マジでね、あのさっきのそのウーラオスの話に戻るんだけど、そう、マジでウーラオス全然見ないんだけど、絶対すぐ増えるから、マジで。竜王戦は期間が短かったからね、その、で、構築もあれ途中で帰れないやつでしょ、確か。だからそんなに、型がさ、あれになんなくて、見なかっただけだと思うけど、絶対ね、3ヶ月待ったらどっかでね、ウーラオスが爆発的に増え始めるシーズンがあるはずだから、そう思うとね、もうこの8世代、鎧の孤島が来てからはさ、もう、ウーラオスに支配されてるよね、マジで。これ、統治下でダメージ2個稼いで終わりかな。マジでもう、増田さんの考えたさ、最強ポケモンマジ、やる気者がさ、なんか悪い方向にさ、なんていうの、行かないでさ、正統派の進化をそのまましちゃってパワー系になったみたいなポケモンじゃん、ウーラオスって。キッキングとは違って、だからなんか、ねえ。まあ、ウラオスをね、来季からも頑張って、芝居でいきましょうってことで、お疲れ様です。